10月放送が決定したオリジナルアニメ四季桜、その制作風景を裏側まで見せていくのがこの番組。名古屋アニメプロジェクト、今回は四季桜ファンミーティングに参加した朝香さんにインタビュー。四季桜の進捗を見ての感想は、トヨタにちょっとスポットを当ててこう物語が進んでいくっていうのはすごくちょっと胸熱で、学校がトヨタにあったのでもう中高6年ずっと通っていた場所なので、もう名古屋は自分の出身地だけど第二の故郷みたいなところがちょっとあるので、トヨタ大橋とかの市駅の絵を見て懐かしいって、あの橋渡るといろいろこうスタジアムとかねあるんですけど、あそこの画角からこうガッて描いてるのはちょっといいなと思って、こう真正面でなくてちょっとこうね角っこからこう広角でバーッと描いてるっていうのがさすがだなって。そうだ、今私もポロッと市駅って言っちゃいましたけど、豊田市駅を、まあ、豊田市民の人は市駅、まあ名古屋でいう名駅みたいな感覚で市駅って使ってて、多分実際そうだと思うんですけどね、周りにちょっと豊田市民がいなかったのでその場ではあんまり盛り上がらなかったんですけど、ね、いつかこう情勢も落ち着いたらそれこそ聖地巡礼とかもしたいし、なんか皆さんとねバスツアーじゃないけど、こうここがねおばらですよおばらだよって言ってお桜を見たりとか、実際にこうアニメに描かれてるシーンを巡るっていうツアーもねやったら楽しそうだなって。四季桜に出演する名古屋声優たちには1年半前に朝香さん自らインタビューをしています。当時と印象は変わったのでしょうか。多分私がお会いした時にはアフレコをまだされていなかったので、ふんわりとした四季桜声優やるんですよねっていう温度感だったんですけど、やっぱりもうアニメもすごい撮られてるしキャラクターとすごい向き合ってるからか、もう声優さんたち皆さんがもうキャラクターにしか見えないっていうぐらいものすごい熱意を感じて、あと覚悟もすごく見えて、もう僕たちはもうこの作品にすごい魂を込めてますっていうものすごい目には見えない力を感じて、私もそれにもう負けない勢いで歌も力強く歌っていかなきゃなって心を動かされました。朝香さんには四季桜第1話を先行して見ていただきました。さんの CG の迫力がすごくって、でバトルシーンだけじゃなくて本編全部が CG だから立体的な描写も多かったし、もうそこにいるんじゃないかっていうぐらいのリアリティさはなかなかアニメではちょっと体験することができない感覚に陥ったなって。自分が慣れ親しんでいる街並みが実際にアニメに登場するっていうのは、もうここって名駅の西口ってこうだよねっていう、もう住んでいるみんなの気持ちを代弁してくれてるかのような再現度の高さ、今後多分もっともっと慣れ親しんでエスカーとかどこ出てくるのかなって、テレビ塔は嬉しかったな。私この間テレビ塔久しぶりに行ったらすごい綺麗になってて、あそこでよくフリーマーケットとかねやってましたけど、あんなにこうショッピングもできて美味しいものも食べれて、なんか感動しちゃって、ああ変わっていく名古屋がって名古屋はねご飯とか美味しいですけど、買い物するとこもあるしすごい暮らしやすい街だと思うんですよね。そういう、まあ、日常的なところとか親近感の湧いてくる描写もやっぱ四季桜が多いところはポイントだと思うので、住んでいる皆さんに共感を得てほしいなっていうのはもちろんなのと、この東海エリアに住む人以外の皆さんに、あこんなに素敵な場所なんだなって、いつか場所を運んでみたいなって思ってもらえるような作品に絶対なると私は信じてますので、音楽もそれに合わせて一緒にこう盛り上げていけたらいいなって思ってます。自分が書いた歌詞に映像がついてって初めてのことなんですよね。アニソン書いたこと今までなかったので、
もう書いてから1年以上経ちますけど、私の魂っていうのはもうずっとこの1年間もう脇に湧いてたんで、ようやくそれがね2021年10月に解放されると。楽しみで仕方ないです。